やっぱりアバルト買った人はこういうライトチューブもいいなっていう感じ。あーいいですね、うん、面白い面白い。そうですね。では参りましょう。土屋圭一の辛口愛車チェックのコーナーです。なんかヨーロピアンな車持ってきたね。もう匂いしてませんか？なんか痛めしいみたいな。まさにその通り、今回チェックしていただく車はアバルトでございます。来ました、はい、この車を作り上げたのはアフターパーツメーカーブリッツさんの塩谷さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これ何やってんですか？これこれは足回りと、あとちょっとパワーアップするパーツをつけてます。パワーアップ、はい、どのくらいパワーアップしてるんですか？10馬力ぐらいですね、大体。なるほど、はい、なるほど。あんま体感できないね。いやでも結構体感が。あ、そう。おもうバチバチですね。バチバチですね。え、ブーストアップと、はい、ブーストアップしてパワーアップしてるのと、うん、あと足回りダンパー WZR で車高調ですね。こちらが入ってます。低いですよね。はい、低い低い、うん、若干なんですけど、これでもフロントが14のリアが26くらいなので、そこまでめちゃくちゃ下げてるってわけではないです。でも割と低いよね。そうそう、かなり、かなり、ね、かなりベタっとした感じ、うん、他にはで足回りと、そうですね、パワーアップのみになります。あ、はい、うん、じゃあ塩谷さん、今回のこのカスタムのテーマをちょっと発表してください、はい、カスタムのテーマは、はい、はい、じゃんじゃん、早かわいい。あ、まあまあ、バルトね、まあ、そういうとこ、はい、早かわはいい。あの早かわいいさんじゃないですか。早くてかわいい、早かわいいさんじゃないですか。そういうこと。そういう早川さんがいるのかな。いや早かわいいじゃないですよ。なるほど、はい、じゃあ早かわいいかどうか。そうですね、乗ってみよう。あ、ほら、行っちゃいますか。だって外観は何もしてないもんね。そうですね、うん、はい、ね、はい、じゃあ乗っちゃいますかね。じゃあ乗っちゃってみますか、はい、乗ってみましょう。はい、はいはい、面白い面白い。めちゃくちゃ軽いな。
というわけでお帰りなさいませ。お帰りなさいませ、土屋さん。ありがとうございます。いかがでしたか。早川いいよ。いやいや、アバルトなんです。早川じゃないですよ。アバルトだ。名字アバルトですね。このシフトアップって一体何なの。そうですよね。だいぶ特徴的な車なんですよ、もともとの。あのね、はい、俺はシフトアップしたいの、はいはい、だけど一回悩むんだよ。俺はシフトアップしたいんだけど、この子がん早川ハテナが出るんですね。早川めちゃくちゃ分かりますね。ですね、これだからこの特徴だよね。そうなんです、この車の特徴なんですよね。ブリッツの特徴じゃないんだよね。じゃないですね。アバルトの特徴ですよ ね, ね、はい、イタリア独特のね、そのこの、はい、だからアバルトって昔からこうだよね。そうですね、うん、だいぶ特徴的な感じです ね、シングルクラッチなんですよね、多分。そうですよ ね、油圧でやってるんで、うん、そういったところが、ね、国産車と違います、ね、パワーとかどうでした、改めて。いや、パワーは速い。おお、あのね、ちっちゃいくせに、お、結構面白いじゃん、これ楽しいじゃんみたいな。おお、なるほどね。だからその10馬力しか上がってないって言うんだけど、はい、気持ちいいパワーがある。あ、いいっすね。あ、よかった、ね、ちっちゃいくせにね、結構ジャジャ馬じゃなかったです。そんなことない、ジャジャ馬ではないね。ハンドリングもスポーティーだし、あ、わー、いい、うん、足のストロークも不快感はない、うん、だから乗ってて嫌なところがない。あら、すごい。あら、うん、そうね、もうそれはアバルトさんが、まあまあね、早川さんじゃなくて、ブリッジじゃないの。そうそうそう、ね、だからその辺かな。なるほど、ね、あの仕上がりとしては、はい、やっぱりアバルト買った人はこういうライトチューブもいいなっていう感じ。あ、いいですね、うん、いや、すごい褒め褒めじゃないですか。めちゃくちゃ嬉しいですよ、ね、本当に本当に。どんな点数なのか。いや、そうなんですよ、これが大事です、はい、それでは土屋さんに10点満点で判定していただきたいと思います。ブリッジさんのアバルト、ズバリ何点でしょうか。9点。おいいじゃないですか。いや、足がいい。足がいい。こんなベタベタでもすごい、うん、ちゃんとねストロークしてんだよね、うん、はいはいはい、で突き上げもないし、うん、遠赤乗っても不快感はないし、うん、これだったらいいんじゃない。まさに足回りの ね、成功しますよ。ありがとうございます。いいよいいよ。もう開発に、うん、もうこの喜びを開発してくれたメンバーにしっかりと伝えたいと思います、うん、うわ、よかった、はい、いや本当によかった、うんうん、白いシートも、ね、合わせたのかっこいいね。そう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 、ね、おしゃれ、かわいいポイントで、ありがとうございました。ありがとうございます。